はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、加須市にございますテラス屋さんにお邪魔しております。というのも、夢叶えるプロジェクトさんと今回はね、コラボ企画なんですが、このね、テラス屋さんのそのつくね、美味しいって聞いててずっと食べたいなと思ったんですけど、こういろんな話が巡り巡って、このね、巨大なね、超巨大つくね、作っていただいたんですけれども、今回はこちらのつくねとプラスアルファで超巨大なね、なんか焼き鳥が来るらしいんですよ。なので本日はね、そちらの2品をいただいていこうと思います。早速いただきますと。てかね、もうね、甘だれのいい匂いがめちゃめちゃするのよ。うまそう。早速この卵割っちゃいます。これはうまそう。めちゃめちゃうまそうですね、これ。これやばいですね。うわ、これやば。断面見えますかね。こんな感じでございます。あ、うまっ。うまっ。外はね、結構カリッとサクッとしてるんですけど、もう中のお肉ふわふわ、レンコンのサクサク感がうまいのよ。いや、これはうまいっすね。こりゃ聞くわ、人から話を。それぐらいうまい。うまっ。うん、ただ食べ方が分かんないですね、これ。でかすぎて。このままいっちゃおう。これちなみに、あの通常のサイズだとつくねっていくらで提供されてるんですか？通常は780円。通常は本当につくねバーグぐらいのサイズってことですか？そうですね、ちょっとでかいかなぐらいですね。まあそうですよね。700円台だったら全然安いですね。ありがとうございます。うん、あのね、減らない。大きすぎて減らないでしょ。いや、でもソースがね、甘辛くて、これがうまいんですよ。で、このソースだけで飲める、ちょっと舐めてハイボールで最高。車なのでウーロン茶なんですけど。ちょっとうますぎて黙々と食いすぎて、焼き鳥大丈夫ですか？間に合いますこれ。下に引いてある玉ねぎ、生なんですね。そうです、うん、これ合いますね。合います。タレ甘辛なんで、はい、こういったちょっと辛みのある生玉ねぎの方が合いますね。うまい。生玉ねぎっぽい辛みがすごい合います。これうまいっす。これが最後でございます。うまかった。ということで、1品目のつくね完食でございます。ごちそうさまでした。おぎーっすまっせー。でっか。これは焼き鳥ですか？焼き鳥です。バカだこれは。なんじゃこれ。え、これどれぐらいの量になるんですか？3キロ以上ありますね。3キロの焼き鳥、昔あの 1.5 キロぐらいだったら食べたことあるんですけど、はい、3キロ1本は初めてです。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、いただきます。とりあえず焼き鳥なんてこう
こう一発行きたいですよね。重いんだってなこれ。うん、あ、うまいですね。油の伸びがすごいけど、焼き鳥の方法じゃいけないよね。焼き鳥と同じような形で、はい、一枚焼きで酢みたいなのかなという感じなんですか。ちょっと焼き鳥みたいにでかすぎて焼けないので。まあそうですよね、さすがに。今回はオープンで。あ、なるほどなるほど。はい、焼いたんですけど、フルトリエス取って一回戻して。これ一枚肉ね、ベロンと。すごいでございます。うん、うん、まじゃあよかったら、はい、うちの特製の辛味噌と、今回ラスカルさん用に、はい、激辛味噌で、さらに辛いです。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、最初普通の辛だれで、普通の最初は普通の辛だれでいいよ。あ、うまっ。濃いめですけど甘辛い味噌、ね、ベースの。うまっ、うん、これピーマン丸々1個。丸々1個食べて気づいたけど。でっかっ。全然違うんで、こう串としてね、ちゃんと味の変化があるんで、食べてても飽きないですね。なんか野菜が甘くてうまい。続いてこちらの調味料、激辛味噌でございます。匂いはでも甘いです。全然甘い。ハバネオかなんかですかこれ。びっくりして、もう匂いで一瞬で分かっちゃった。いや、でも、まあ、辛いですけど、やっぱ肉の脂が強いんで、全然旨味は強いですね。ただもう一撃で痛いです。一撃で痛い。あれ、辛いだから。喋ってると、あの、唇がボワボワしてくるんですよね。サイズだけじゃなくて、この店いろいろやばいですね。冒険心がすごいんですね。そうですね、負けないように。汗出てきた。ちょっとタオル失礼してもよろしいでしょうか。熱っ。やめよう。でも今ちょうどこれで半分過ぎたあたりぐらいですかね、量的には。満足感すごいです。半端じゃないですこれ。ちなみにあの掴むことを気にするんですけど、はい、ノンアルってあったりますか。お家にあります。一本いただいていいでしょうか。いいですよ。はい、はい、ではグラスだけビールです。 ありがとうございます。はい、改めて乾杯と。
今日の撮影終わりで大丈夫です、僕は。もうそれぐらい最高でございます。最初はバカじゃなかったけど、今ね、これぐらいのサイズになりました。相当食ってますね。最初ちょっときついなと思ったんだけど、やっぱ食べてみると部位が全部美味しいので、なんかさらっといっちゃいましたね。そしたら、こちらが最後の一押しでございます。うん、うまかった。成功しました。いやー、うまかった。ということで、テラス屋さんで巨大つくねと巨大焼き鳥をいただいてまいりましたが、どちらもふわふわとろとろの柔らかい鶏肉でめちゃめちゃうまい一品でございました。今回コラボさせていただきました夢叶えますプロジェクトさんの動画については概要欄に記載がございますので、ぜひそちらもご視聴いただき、気になった方はテラス屋さんにも足を運んでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。